ハデットと、ほぼ同型の400、407,408,2140、2 1 4 1タルボ千5 1 0とアレコの比較。モスクビッチは1947年から2002年に、破産するまで存続した、旧ソ連ロシアの自動車メーカーである。同国の代表的な小型ファミリーカーとして知られた。モスクビッチとは、モスクワっ子という意味である。 1929年に創業した年産2万4000台規模のモスクワ自動車工場は第二次世界大戦のためウラル地方の目安に設備を疎開させた終戦後その跡地に廃戦国となったドイツから奪ったオペルカデットの生産設備を移設1947年から小型乗用車の生産を開始した工場名はムズマと命名された 最初の生産車種はカデットとほとんど変わらない400であったが後継車種はソ連人エンジニアによって自主開発された1969年には工場名がアズックに改められた丈夫で比較的手頃な価格の乗用車として広く用いられ西欧、東欧諸国にも広く輸出され1966から90年にはブルガリアで ノックダウン生産、1960年代には、少数が日本にも輸入販売されたほどであったが、1970年から、フィアット124をベースとした、西欧流の設計のジグリの生産が開始されると、人気を奪われるようになった。1986年になってようやく、新しい設計の新型車、アレコマイナス -2140、2141 21が、登場した。 前輪駆動の5ドアハッチバックで外観はタルボ1510に酷似していたが、エンジンは従来のモスクビッチ車の流用で縦置きされており、リアサスペンションの形式を含めて写真はアウディ80、100にヒントを得たようである。アレコは1960年代前半の基本設計であった旧モスクビッチよりは超速の進歩を遂げていたが、旧ソ連が崩壊し、 西側の最新型車が流入し始めた1990年代になると競争力は急激に低下した。アズックは1990年代前半にオアをモスクビッチと改名され民営化されたが2002年に経営破綻し工場は閉鎖となった。2005年アフトフラモスが工場の一部を取得しルノーロガンのノックダウン生産を開始した。 しかしヨアをモスクビッチ社は2006年に破産申し立てが認められ、2007年には生存手続きが完了し、残る工場跡地も処分された。ありがとうございます。